はい、皆さんどうもテントモです。有心ゲージの実況となります。というわけで、先ほど11時を迎えまして、アップデートが行われました。で、今回ね、早速ね、レードをね、やっていきたいと思います。で、ボールボーイ、ね、ボールボーイが報酬にありますね。しっかりゲットしていきましょう。あとで、ボールボーイの性能もね、見ていこうと思います。はい。で、今回なんですけど、今回の動画のテーマは、シスクード。ね、僕のカスタム11シスクードがどこまでレードに刺さるのか。ね、まあ、シスクードビーム機体ですけどね。僕の手持ちは実弾がそんなに育ってないので、というかそんなにいないので、ビーム攻撃主体でね、いきたいと思っております。では早速ね、やっていきましょう。シスクードチャレンジ。はい、早速ね、早速皆さんやってますね。とりあえず、この、ね、P10 のやつをやっていきたいと思います。シャンブロ、お久しぶり。お久しぶりーふということで、行きましょう。はい。まずはフレンド機体は借りずに。一応僕の、まあ、ベストメンバーですね。うん。普通にアリーナでも、このメンツでやってる感じです。はい。ちょっと待ってよ。うん。あ、パイロット。ちょっとアムロから、貫突になったこのペッシェ。多分一番このペッシェが合ってると思うんですよね。うん。はい。では、この感じで、ね、どこまでダメージを出すことができるのか、DPS がどんな感じになるのかっていうのを見ていきたいと思います。積年の恨みを晴らす。道を開けろ！戦闘準備、よろしく！はい、とりあえずは救援は出さずに、ちょっとばらけてるな。なのでシスクードまあとりあえず前のやつらから、まあとりあえず、あ、真ん中ね、ゼータとゼフィで、クシャライチェン、あとはシスクード、こうか。こんな感じで、やってみようかな。うん。まあ、バランス的にこっちの方がいいか。こんな感じ。はい。では、やっていきたいと思います。シスクード、どこまで、なんか紫外線だから、ね、宇宙じゃないから、建物が邪魔して、うまく狙い撃てない可能性もあるんですよね。うん。どうかな。行きましょう。まあとりあえず3倍速で。はい。シスクード、シスクード見てみた。こいつ前に出るんじゃないよ。どうかな。お、どこまでできるか。一冊打って、かっこいいな、シスクード。どうでしょうね。シスクードのカメラになってるかな。どうかな。みんなとりあえずね、とりあえず1日1回のエクスプレーモーションが映っております。俗物が。シスクードか、これ。ゼフィか。シスクードはどれだ。シスクードにならないぞ。ゼフィになってるぞ。まあいいか。まあいいか。ダブルゼータが1番ですね。で、ゼータ、あ、シスクード3番手に入っております。で、ゼフィ。ゼフィとシスクード、どっちかなって感じ。まあ、ダブルゼータは、兵装に実弾も持ってるんですよね。うん。フック兵装だったかな。あ、ゼータが1番ですね。あ、だったら、ガンダム、オリジンガンダム入れた方がいいのか。うん、ナイチン、あ、どうかな。ナイチンのバフも、重要か。クシャがいらないか。クシャ外しましょうかね。完全にゼフィーカメラですね。うん、なるほど。ないなぁ。シスクード、まあそんな、やっぱり、EX スキルがね、敵全体必殺なので、うん。単体じゃないからね。あとは、ね、建物的に阻まれていたのかどうかっていう。
4分の1ぐらい、もう一回やっていきましょう。はい、じゃあちょっとクシャトリアが一番なんかクシャトリアが一番なんかダメージ出してなかったので、クシャを外して、クシャを外してオリジンガンダム入れてみよう。貫突オリジン、もうカスタム10できるんですけど、今カスタム9、様子見しております。でキャラクターは専用機でアムロ、専用機のセットして、この感じでいきましょうか。多分これが僕の中であの感じだと最もダメージを出せるんじゃないかなって。ゼータがダメージ上がりますよね。はい、戦闘準備よろしく。まあこの位置でいいか。はい、さあどうでしょう。高熱源体石シスクードにね、シスクードに画面これどうやったら変えられるの。シスクードいかない。あ、シスクード、そうそう、熟練度上げが今回できるのが楽しみなんですよね。これゼフィーカメラ固定、あんまり僕このカメラのやり方に把握してないので、シスクード見れないな、ゼフィーですね。まあでも、あ、いるね、いるね、この辺に、あ、シスクードいるね。結構近くで撃ってるね、大丈夫だね。攻撃当たってますね。まあ、ちょいちょいスターンを受けてる感じか。これ全く実弾機体入れてないとか、まあ、今回もなんとなくあのオリジンシャーザクがやっぱり活躍しそうですよね。対サンブロだとオリジンシャーザクが結局人権になるんじゃないかなって思うんですけど、シャーザクはねカスタム級、まあでもシャーザク入れてもいいか。どうかな、さっきとダメージ、まあゼータがトップですね。次の時代を生きたい。もう一回だけやってみよう。まあ、そんなにシスクードが刺さるっていう感じではないけどね。さっきのどうだろう、同じぐらい、さっきよりもちょっとダメージ出てないか。クシャトリアの方が良かったのか。まあ、ダブルゼータが意外とねやってくれるっていう。はい、どうしようかな。誰を、あ、でも外す、あ、オリジンガンダムそんなでもなかったので、フルアーマー微妙そうだよね。紫属性だけど地形も合ってないので、やっぱりここはシャーザク、僕のシャーザクね、ちょっと弱いんですけどね。カスタム9、まあこれで、で、誰を乗せたらいいんだ。シャーがいないんだよね。シャーがいないので、どうしようかな。サフィラとか格闘か、普通にマリーダさん格闘かどうしよう。クエスか、クエスにしておこう。はい、ではこれでちょっとやってみたいと思います。こうしよう。はい、ではこれで、さあどうでしょう。もう一回ゼフィにカメラが絶対来るんだ。こうしたらいいのか。あ、なるほど、ここをしたら移動するんだ。でシスクードになるんだなるほどね。はいはい、シスクードカメラようやくできました。どうでしょう。あ、でもシャーザクやっぱりそんなに、他が全部カスタム10とカスタム11の中でシャーザクは
カスタム Q というのもあるし、あんまりですね。いやー、シスクロそうでもないのか。ダブルゼータ、ゼータとダブルゼータが僕の気持ちだと、トップスコアラーといった感じですね。うん、ぜひも、まあ上の、そうだな。落ちるだと。まあもうちょっとなんかいい組み合わせがないかっていうのをこれから見つけていきたいと思います。いやでもレードは楽しいですね。レードは自分の手持ちがどんな感じにダメージを出せるかっていうのがすごい分かりますし。で熟練度ね、とにかく熟練度を上げることができるっていうのが上げたくなる。普通の共闘はちょっとね、僕あんまりやってないんですけど、レードはね、しっかりね、やっていく感じなので、はい。ということで、はい、まだボールボーイゲットできませんね。とりあえずボールボーイ、ゲットして、ボールボーイの初見チェック、ね、どんな性能なのか非常に気になっております。この後、やっていきたいと思います。軽く見ておきましょうか。ね、安定の5000メダルでダイヤが結構もらえますね。3000ぐらい数えますか。100 200 300 500 700 900 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2700 3000、ね、3000ダイヤゲットできます。これは嬉しいですね。はい、でボールボーイ、まずはボールボーイを機体化させてレードを回していきましょう。イベントショップ、前回のイベントと似た感じなのかどうでしょう。なんか情報修正あるかな。どうなんだろう。なんか同じ同じに見えますね。個数増えてるのかな。個数そんな覚えてないので、はい、まあ結構似た感じかなと思いました。はい、でイベントボーナスで F91 ね、かっこいいですね。紫 F91、 まあ欲しいけど、まあチケットって感じですね、僕は。でボールボーイ、ただキャラね、シーブカノン、これがね、シスクードとすごい合ってるっていうことがね、分かりました。スキル2の高機動も、実はシスクードに合ってたんですね。シスクード高機動機体だったんだっていうことを知りまして。なので、このシーブックは、もしかしたらちょっと軽くダイヤ、まあ言うても10連とか、になると思うんですけど、はい、チャレンジしていこうかなと考えております。はい、ということで、おそらく、今日の夜にね、生放送やろうかなと考えております。アップデート当日生放送第2回目、でそこでとりあえずね、ペッシェのね、ガシャまだありますよね、あれのチケット20連チャレンジやろうと思います。でそこで引きが良かったら、そのままシーブクをね、ちょっと引いていこうかなって感じで、はい、何時ぐらいかな、まあちょっと遅くなるかもしれませんけど、はい、よかったらね、来ていただけたらなと思います。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。